うし、じゃあ一旦元の世界線戻ってきたんだけど、そしたら、まあ、ちょっと前回なんかバケモンに出会って、あれはねさすがに今のレベルじゃ倒せそうになかったんで、まあ、一旦ねちょっとストーリー進めていこうかなと思います。で主層鑑定だね、こっからちょっと向かっていこうかなと思います。よし、じゃあ着いたね。主層鑑定。鑑定に入りますが、交渉を始めると町には戻れません。散策を済ませてから訪問をお勧めしますが、問題ないです。行きましょう。交渉ってなんだろうね、何の交渉だろう。よく来てくれたわね。アコルドの首相カメリアとの交渉を開始します。一国の代表としてふさわしい返答を心がけ、うまくアコルド政府の協力を取り付けましょう。なるほど。早速だけど、まあ、まず感謝だよね。あのルーナをかくまってくれてるからね。挨拶に出向いてくれて感謝するよ。あ、そっちか。ルシスの王がいらしてるとあればね、天主が何も教えてくれないものだから、ご本人をここにお呼びしたの。私が今知っているのは一応あなたが王だってことだけよ。あんたはカンナギを保護してると言ったな。ほう、どうしよう。帝国はカンナギの身柄を要求してるらしい。アコル、そうだよね、アコルゾを気遣う。王としてだもんね、ノクティスとしてじゃないからね。危険じゃねえのか。あら、帝国との関係を気にしてくれるの？属国とあれば立場は弱いわ。彼女がどうなるかはあなたたち次第よ。こちらの質問させてもらえるかしら。カンナギは水陣を起こして何をするの？王としてだよね。王として神との対話？神様といろいろ話をすんだろ。わざわざ眠っている神を起こしてね。人間側の都合で機嫌よく目覚めてくれるものかしら。まあ確かにそうだよね。私はここで騒ぎが起きるのを心配しているの。ルシスでも巨神の一件があったわね。何が起きたか教えてくれる？タイタンのやつか。力をくれた。巨神が王様に力をくれたんだよ。神話の通りということね。それを恐れてか帝国が軍を動かそうとしてるわ。つまり騒ぎは免れない。おそらく戦争になるでしょう。え、選択肢ミスった？神様だろうと帝国だろうと、うちで戦争されては困るわ。そりゃそうだ。神、そうです、困る。神様、いや、そうだよね、町でやられたら大変だ。うわ、合ってる？町でやられたら大変だろうな。最悪に備えて市民の避難は必要ね。そうだな、そうだな。励ますはちょっと上からすぎるな。まあ、詳細を聞くだね。それが取引の話か。話が早くて助かるわ。じゃあ早速次に進みましょうか。それじゃあ取引の話をさせてもらうわ。正解っぽい。市民の避難に手を貸して、でなきゃ儀式はさせられない。市民の避難、町の防衛。いやー、承諾しかないよな、それ。仕方ねえな、協力するわ。素直ね、よかったわ。それならここで儀式をすることにも文句は言わない。あともう一つ、儀式以降の面倒は見られないわ。あなたたちで何とかしてちょうだい。気にせず刑事を進める。驚いてみる。水神が目覚めたら帝国軍が襲ってくる。まあそれは、気にせず刑事を進める。ああ、任せてくれ。あとは自由にやる。ありがとう。悪いわね、飛空艇に立ち向かえる兵なんて世界を見回してもなかなかいないわ。取引については以上よ。
市民の避難と帝国の相手、一通り条件は理解できたかしら。前向きな姿勢を見せる。まあ一旦ね、即決は良くないからね。とりあえずやれるだけやる。これは取引よ。考えが甘ければ。何？それはまずい。対応もそれなり。それはまずいぞ。それとないとは思うけれど、私はアコルドの首相。市民に被害が及ぶなら、その時はカンナギも王も切る。まあ黙る？いや、王としてだもんね。主張を承諾する。首相として市民を守れ。父親に似てるわね。礼を言う。いや、意味聞いた方が良かったかな。道は間違ってないと思うわ。首相、お時間です。市民の避難に必要な人員は3名。人選は任せる。まあノクト以外だろうな。伝えておくわね。今回は飛空艇4隻最大規模になるわよ。あなたと話ができてよかったわ。お互い全力で臨みましょう。ああ、よかった。王としての信頼、最高の信頼を勝ち得ました。素晴らしい。カンナギ就任記念硬貨、これなんかなんだろうね、アイテムと交換なのかな、武器なのかな。すごい楽しみなんだけど。いやー、よかったよかった。めっちゃドキドキしてたぞ内心。オッケー。面倒見らんないものは見ないよ。ああ、やけに正直に話してたじゃないか。若いなと思ってね。王様もカンナギもレギスが死んで、クリスタルも取られて、カンナギの前任がやられてからもう何年になる。帝国はこの十数年でどんどんおかしくなってる。儀式の間の行動についてだが、水陣を帝国軍の攻撃から守る必要がある。とはいえ王様も力をもらう前だからな。俺たち3人は避難誘導だしね。まあやっぱそうだよね。できるとしてもせいぜい水陣の支援程度だ。ほう、支援と。敵は巨神の時と同じく水陣の動きを封じに来る。あの時突き刺してたアンカー、もしあれを外せるならだいぶ有利になるだろう。なるほどな。だが無理はすんなよ。掲示ができなきゃ話にならねえからな。臨機応変に判断してくれ。ああ、わかった。むずくねそれ。何かあれば海の底に捨てるって話なら、奴らも言うことを聞かざるを得ないからね。ちゃんと保管してあるわ。カンナギ本人より厳重なくらいよ。わかりました。では逆鉾は祭壇で受け取ります。ああ、帝国兵の監視がつくことを忘れなく。はい。気分は悪いだろうけど、儀式がしたいなら我慢することね。ありがとうございます。全部終わったら行動の制限はないし、うちで保護はできないわよ。分かっています。そろそろ時間ね。ルーナはノクトより大人だな。めちゃくちゃ。襲撃？カメリア裏切った？裏切ったというかもう裏で、うわやったな。ん？違う？演説の会場には着いた？ああ。作戦忘れんなよ。そっちもな。もちろんだ。
げえ人、こんなに集まってんのか。これは前に行くのかな。わ、出てきたね。皆さん、これから発する私のメッセージが全世界の皆さんに届くことを祈ってやみません。世界は今光を失いつつあります。このままでは世界は闇に覆い尽くされてしまうでしょう。闇は人の心に争いや悲しみを生むのです。ルシスで起きた悲劇、停戦協定を結べず多くの人々が命を失った、あの日の悲劇のように。ルーナ、でもどうかご安心ください。私たちには大いなる神々のご加護があります。闇を払い、星々の光をよみがえらせ、世界をお守りくださる神々の御力があるのです。私はここオルティシエに眠る荒ぶる水神リヴァイアさんの御力をお貸しいただくために参りました。私はこれから水神との対話の儀に臨みます。そして今ここにお約束します。カンナギの誇りにかけ、世界から闇を払い、失われた光を取り戻すこと。ありがとうございます。からも見えてる。揚陸艇に近づけそうな高台を目指せ。すぐにそっちの港に入ってくるぞ。ああ、そっちは頼んだ。うん、任せとけ。始まるんだね。我が名はルナ・フレーナ、カンナギの血を引く者、水神リヴァイアさんよ、王に聖石の力を迎えるためどうか受けを。うわー、かっこいい。リヴァイアさん、すごいかっこいいじゃん。ひとなるしよ、あまねく断りを返さぬためにありながら我が力を得ることを望むと。ノクト、水神が目覚めた。避難は順調だ。終わったらそっちへ行くぜ。帝国軍が水神を取り囲んでいる。急げ。今向かってる。儀式はもう始まってるってことか。多分な。水神を守ってやらなきゃね。はあ、なるほど。ルシス王の初陣、高台を目指せ。え、結構硬いなこいつら。どうしよう。まあ、ゼロ距離シフトブレイク。オッケー。
リヴァイアさんてかめちゃくちゃかっこいいじゃん。やばいね。マップシフト。いや、リヴァイアさん怒ってたな、結構。なんかすげえ、そんなのさせないみたいな感じだったよね。大丈夫かな、それ。なんか怪しくなってきたな、雲行き。シフトブレイク。まあ、とりあえずこの辺はね、速攻終わらして、行こう。先に進もう。高台か。神万物を司る愚かなる愚かなる種万物の積積なり積変なり。めっちゃ怒ってるよ。成績に選ばれし王は星の闇を払う。それはお前も承知だ。万物守護精神たる我なくして知りとかす崇めよ。人はその慈悲ゆえに神を崇め、神は人に慈悲を与えてこその神。神の見舞いに敵変口ごとく王の愚かなる我にこうする満身の今日。じゃ全然読めない、完全に言いたしすぎる。しなきとき我は処す。愚劣なる種を万物の石片を食らう。あ、契約を行う。あれも受けてくれるんだ。天地雷道神器天聖回帰新人かな。いや読めないなあれ。あれってなんだ？ん？どうやってここに来ちゃいけなかった。飛び降りる。だよ。何それ？帝国軍の武器を借りた。これで水陣に近づこう。すげえ。ガード。ハリー。へえ。すげえな。水神でも契約はやってくれんだよね、あれでね。王の力を示したらっていうことだもんね。ガードパリー、ガードパリー。いや超かっこいいじゃんリヴァイアさん。すげえこれはすごい。三角。これは怖えな。